浦田はですね、アピールポイントはいくつかあるんですけども、私は実は過去とこの未来のこの交差点が浦田町なのかなと思うんですね。ですから歴史を大切にしながら、あとその未来にですね、いやその町民の皆さんの、希望とか期待がつながるような、そういうその、コラボレーションするような、してるような、そういう町だなと。蔵の町並み、正直まだまだ震災の爪痕は大きく残ってるんですけども、少しずつ活用の、兆しが見えてきてるのと、やっぱり人が来ていただいているという、そういう状況が今年になって、強く見えてきてるなというふうに思います。産直らしい野菜が、常に出ているのが、こちらの道の駅、うちの方の道の駅のですね、一番大きな強み、特徴かなと思っています。昨年震災直後は正直言ってかなり人が少なくなった、約2ヶ月ぐらいそういう傾向が続いたと聞いておりますけれども、今年も震災前年の年ぐらいのこのお客さんに来ていただいているようですから、人数的には落ち着いてきた、そんな感じしますね。で、今は個人の皆さんのこの準備度ですね、あとその地域の町内会、そういうそのグループでですね、体制作りを各、町内全域にですね、お願いをしているところです。ソーシャルネットワークでですね、災害のその救援の情報を発信したんですが、それは兵庫県の多可郡の、多可町の戸田町長が見つけてくれて、ですぐこちらの方に支援物資を送ってくれたんです。で、10月の1日なんですが、実はそのことを、きっかけとして、兵庫県多可郡多可町とですね、実は災害時応援協定、相互応援協定を締結をしたんですけれども、今回村田町とこの兵庫県多可町とのこういう協定なんですけどもね、こういうその協定がこれからも一つのモデルになっていただければなというふうに思います。村田町は、いろんな歴史的な資源とかですね、未来につながる明るい財産が、融合している町です。昨年の震災から、これらを一つの、起爆剤として、町民の皆さん力を合わせて、災害から震災からの復興と、また新しい町づくりに、取り組んでいこうということで、現在、みんなで手を合わせて頑張っているところです。全国の皆さんもぜひこの東北宮城県こちらの方ですね、今後もご支援いただきますようにお願いいたします。